こんにちは。こんにちは。ミキヤくつての宮木よしろです。けいこです。はい、ミキヤの紹介をしたいと思います。私たち上級シューフィッターといいまして、足に靴を合わせる専門家の資格を持っています。顔がね、違うように、はい、人の足も人それぞれ個性があります。なのでまず着ていただきましたら、こんな感じでいろんなちょっとね、道具を使うんですが、立体的にお客様の足を計測させていただいて、特徴を把握させていただいて、また今までのね、悩んでこられた例えば外反母趾があるとか、タコが当たっていたりとか、おの目が当たっていたりとか、そんなことをお聞きしながら、どんな時に履きたいのかというようなこともお聞きして、カウンセリングしながら、じっくりとあなたの足に合った義足をお見立てするお手伝いをしています。外反母趾ですとかね、だからタコやおの目くらい足が痛くて、なかなか足に合う靴がない、もしくは旅行行った時にそういう足のことを忘れされずに楽しい旅行がしてみたい、ご家族や大切な人が足と靴に悩んでいて、そんな方に、ね、プレゼントとして贈りたいというような方のためにも、私たちお役に立てるかと思いますので、ぜひお気軽にご相談ください。それでは店長、ぐるっと店内を紹介したいと思います。はい、こちらのスロープからどうぞ。こちらが正面入り口になります。こんにちは、いらっしゃいませ。店内はこんな感じになっています。天井も高いのでゆったりとしたスペースで靴選びが楽しめます。こちらがカウンセリングと足型計測、靴をフィッティングするスペースとなっています。こちらがミキヤの心臓部、工房になります。じゃあいつも店長やってることを紹介してください、はい、こちらの工房では靴の修理、中敷きの加工作成を行っています。今お話しした一連の作業をこの機械を使ってほとんど賄っています。こちらは作成中の中敷きです。そしてこちらは靴の革を伸ばすことによって調整をしているところです。こうして中敷きや靴を加工することによって、お客様の足により近づけ、履き心地のいい靴が出来上がります。今日は簡単にミキヤの紹介をしてみました、はい、初めて来るお店ってね、なんかちょっとこうドキドキして、どんなお店だろうっていう不安になるかと思うんですが、こんな感じの私たちがお迎えしますので、ぜひ安心してお越しください。ホームページの方ではね、これまでご利用くださったお客様の声や、その他ね、いろいろミキヤの秘密が紹介されておりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。ミキヤ靴店の詳しい情報はホームページの方をご覧ください。ミキヤ靴店で検索お願いします。またお電話でのお問い合わせも伺っておりますので、